三浦厚生は、日本中央競馬会所属の騎手。2008年度、JRA 騎手免許試験に合格し、同年3月1日付で、騎手免許交付。同年の新規騎手免許試験合格者は、三浦のほか内田博之と、高野博士がいる。同年3月1日の中山競馬第一競争で、モエレロングランに騎乗し、中央競馬初騎乗。 同日の中山競馬第10競争で初勝利。8月10日に行われた第40回箱館て2歳ステークスで、フィフスペトルに起乗して優勝し、デビュー5ヶ月目で重賞初勝利。9月21日の札幌競馬第8競争を勝利して、通算59勝とし、1960年の加賀、竹見を抜き、新人の年間勝利数で歴代2位となった。 9月28日に騎乗機会8連続連帯を達成。10月5日に行われたスプリンターズステークスで GI 初騎乗。10月11日の東京競馬場第2競争でマイネルクロッシュに騎乗してデビューからの騎乗回数が555回となり、竹豊が持っていた新人騎手年間最多騎乗回数を更新。 さらに同日のペルセウスステークスでバンブーエールに起乗して勝利し、竹豊の持つ新人年間最多賞記録に並んだ。10月25日の福島競馬場第1競争2歳未勝利でアドバンスヘイローに起乗して70勝目を挙げ、新人年間最多賞記録を更新した。2009年2月7日の東京競馬場第4競争で一着となり、 JRA 通算百0 0勝を達成。同年9月12日、英国のフォスラス競馬場で行われた、トートスポートコムハンデキャップで、ロイヤルダイヤモンドに騎乗して優勝し、海外初騎乗を勝利で飾った。同年10月30日には、河野球舎を離れ、フリーに転向2010年1月11日の中山競馬第4。 競争で、ノボプロジェクトに帰乗した際に、社交、9等が落馬する事故を招き開催4日間の、帰乗停止処分を受ける。同年9月25日、札幌競馬第1競争で、リアライズの夢に帰乗し一着となり、現役では56人目となる JRA 通算200勝を達成。2011年9月25日、 タレントの星野秋と入籍したことを発表した。2012年3月4日の中山競馬第5競争ミッキーナチュラルで1着となり、JRA 通算300章達成。2013年8月24日の函館競馬第10競争マウイの香イで1着となり、JRA 通算400章達成。2014年11月6日にディアドムスで。 北海道に最優秀を勝つと、12月17日には、同じく、ディアドムスに帰場して全日本に最優秀を勝ち、J プニー初勝利。2015年2月21日の東京競馬第12、競争、佐藤のアルバトロスで一着となり、JRA 通算500勝達成。2016年8月14日、札幌競馬場の第7競争で、帰場していた。 モンドクラフトが故障を発症して転倒し、三浦は地面に投げ出されて負傷した。肋骨9本及び骨盤の骨折に加えて肺と腹腎も損傷するという重傷で、以降は長期にわたり休業となった。およそ1年の休業を経て、2017年8月12日の札幌競馬場でレースに復帰し、この日に賞を挙げた。 2019年12月15日の中山競馬場の第2に競争で自身初の JRA 年間100勝を達成。最終的に102勝まで勝利数を伸ばした。2020年1月5日の中山競馬場第7競争にてタバと接触し落馬、負傷。2021年8月22日の新潟競馬場第9競争で ステラダイヤに起乗し、史上44人目の JRA 通算1万回起乗を達成した。なお、デビューから13年5ヶ月22日、年齢は31歳8ヶ月4日での達成であり、これは北村博士の記録を抜いて史上最速及び史上最年少となった。ザウの名は、気迫、目標とする騎手は田中勝春。小学5年生の時、 電車で一人の女性の孫娘に席を譲った。その女性は、オメガの看護で知られる場所の原玲子であった。原は左手を怪我していながらも、席を譲る三浦に感心し、話をすると三浦が騎手を目指していると知った。そこで、原は、自分の所有場がプリントされているクオーカードを渡し、将来騎手になったら乗ってくれるように言った。この時に、三浦は、 自分の名前を伝えていなかったが、その後お騎手となり原のもとに挨拶に行くと、原は驚くと同時に、三浦のバックアップをすることを約束した。初めて重傷を制したフィフスペトルを管理する、加藤進博氏に、三浦を紹介したのは、原である。妻は、タレントの星の秋。2011年9月25日に入籍し、同年12月19日結婚式。 披露宴を行った。2012年4月12日長女が誕生。ありがとうございます。